あの横溝プレミアム合格塾6期生体験模擬講義というものですかあそちらの方をですね、えー、見ていきたいと思います。あの今回、使用レジュメというのがこちらですか、えーね、6期生体験模擬講義と言われる冊子があ配られたかと思いますのでそちらの方を使いながらということですね。今回ここに取り上げてるのは まああのー、民法と憲法と行政法とあと一般知識も入ってますけれど昨年というか今回の2017年のプレミアム5期生のところで使ってた教材からあの抜粋したものということでそんなに長い時間やるわけじゃないんでいっぱい問題あってもしょうがないかなというのもありますが、まあ、いくつか、ねえー、取り上げています。あのー、せっっかかくなんでなんでで最初が民法からになっていますので あの2ページ開けていただいてですねまあまあねちょっと本試験が終わってスーっと知識が下がってるところかもしれないけれどまあせっかくだからあのこの問題ね4つしか選択肢ないですしちょっと考えてみますねあの3分ぐらいお時間差し上げるからあ考えてみていただいてその上で話をしましょうか。 さて、まあ、今回はできた、できないはいいですけれど、あのー、見ていただいてね、まあ、これ知識力強化編じゃなくて回答力強化編もそうですけれどこんな感じで1回時間とって解いていただいてその上でえ答え合わせをしていくっていうようなスタイルで進めていくということになります。だかからららあらかじめ見といてもらえればその間は ねえー、あどんな問題だったかなというのをもう一回確認する時間みたいな感じになりますよね。ということなんだけれどあの選択肢の「E」がね実はこれ今年の試験出てるのね選択肢 E のところはこれは今年の2017年の試験の問題33番の、えー、選択肢の4番5番がそうですね4番5番がそれです。 え問題33の選択肢の4と5があまあ今回、この転用物素検と言われるようなものだったでこれは2010年だったかな1回、ね、本試験でも出てるんでですよね本試験でも1回出ているっていうような、まあ、判例でだから今回で2度目っていう感じの出題だったということなんでしょうね。 まああの建物賃借人との間の請負い契約に基づいて請負い人が建物の修繕工事をしたが建物賃借人が請負い代金を払わないまま無視力となった建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があるときは 建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらずあのやはり建物賃貸人が利益を得たかどうかはこれは修理を全部賃借人にやらせるということでですね本来賃貸人が やるべき修繕義務を果たしてないだけではなくて、やはりそれによってですね、何らかの経済的な負担をしているかどうかまで含めて評価するんだっていうのがこの判例のポイントだったはずです。あのー、ね、正式な事例の中では権利金をもらうのをやめたと。 いうことで、まあ、修理は全部賃借人に任せてそして権利金をもらうのを一切諦めるという経済的な負担これが対価関係がある状態で、えーまあ、言ってみればあきれいなビルが賃貸借契約の解除で戻ってきたって話になるから。 まあ、あ残念ながらあ不当利得はないなんていう評価をしていく判例なんですね対価関係にのところでそのカタカナイ、e、の12345行目か、えー、相当する利益を受けたかどうかにかかわらずっていうのはツになりますよね受けてないとダメこれはあの今回の問題33の選択肢の 5のところなんかでもそれをポイントに置いた問題が出されてましたやっぱりだからその賃貸借契約で建物貸してあげたボロボロの建物貸してあげた本来は貸した側が修理する義務があるはずなんだけどねということになるじゃない借りた人が修理なんかをした日には ねえ借りた人が修理なんかをした日にはですよそれは当然その修理代金みたいなものはそれは借りた人がねねえ当然それは賃貸人に払えなんてことが請求できるって話になってたはずなんだよねいつって感じで聞くの。 <laughs> あの別に今から聞きますよとは言いませんからで一番前にいればもうそのまま即聞かれますので、うん、あの賃貸借契約において必要費の修繕義務を、ねまあ、修理代金を賃借人が払った場合は賃貸人に対してどのタイミングで返せと言えるという話でしたっけ覚えてますもう一回 もう1回ねあの分かんなかったら考える時ね一番いいのはもう一回言ってくださいっていうのが一番いいんですねその間に言ってる間に考えるっていうそういうシンキングタイムが取れますからそこはもうあのボクシングでクリンチに入るような感じですよ。<laughs> あのね当てられてね分かんないなと思ったら一つありうるのはそうやってもう一回言ってって言ってちょっともう一回そこで頭を整理して。 で2回質問聞いたら分かるかもしれないでしょもう一つは分かんなかったらもう分かりませんって言っちゃっていいですそしたら次の人に行くからあの分からないことを恥ずかしいと思わないでくださいわからない分からないだろうと思って聞いてるから だからわからないだろうと思って聞いてるので,でこれ答えられたらファインプレーだねとか言いながら聞いていくので、まあ、それで答えられなかったとしても別にそれは次聞かれた時また答えられればいいのでっていう話ですが、えー、とおー賃貸借契約でね、えー、賃借人が必要費を出したのでそれで、えー、賃貸人にねだから払ってよって請求をするのはさあそれはどのどういうようなタイミングで請求ができる 選択肢出しましまょうか <laughs> あのね契約が終わった時かそれともすぐかって言ったらどっちそうねすぐね <laughs> あのすごく優しいからそれで助け舟は出してあげますけどあのまあまあ,あその日の気分でね助け舟を出すこともあるかもしれませんが直ちにだったよねあれ えー、使用対策の費用償還請求必要費の償還請求、ね、のところなんかとよく対比するなんていうのは大事な知識だったはずです、まあ、あの使用対策の場合は通常の必要費は借りた人負担だけど。 特別な必要費は契約終了時に償還請求ができるって話になってたよねっていうのとよくごっちゃになるような話なのでまあ一つね比較のネタとしては知っておくといいだろうなまあカタカナイの内容ももちろん分かっておくべきでしょうけれどそれプラスアルファのね知識のところで関連する話とかそういったものも分かっておくといいのかなっていうところがまあ今回問題の83に関しては。 あのそうそうカタカナの絵なんかを見ていただくとこれ704条の損害賠償請求というのは704条っていう規定のところで実はあ悪意の受益者の場合はね、えー、不当利得の返還だけではなくて相手に損害を与えてたら損害賠償請求しなら損害賠償をしなきゃいけないっていう条文があるんですけどそれは不当利得の返還 不法行為に基づく損害賠償請求なんだっていうことが判例上認められてます。だから、カタカナの絵はあもちろん2行目の終わり、不法行為の要件を充足していないとしてもっていうのは罰になっちゃうよ。っていうそういうお話なんですね。 まあ、あの今回はあくまでもサンプルだから、糸、絵だけちょっと取り上げて、あとはあー、ね、特に今、ここでは触れません、通常の授業の時は全部やるよ、全部やるけれど、あのね、一応こう時間もいろいろ制約があるので、えー、他の科目の話もしておきたいので、まあ、今回それだけです、残りはもし読んでわからなかったら、あの直接聞いてもらってもいいかとは思いますけれど、あの解説の方でで、ね、確認しておいていただければ十分です。はいえー、次ね、今度、憲法の問題です、えー、国会です。 これはむしろ今年の問題ではなくて、えー、来年の試験に向けてというので1つやはり国会の話は知っておくべきということで取り上げてみました。ちょょっっとやってみましょうね、ね。これ、ね さてどうですかね、あのまあ、国会のところまあ、今年、内閣だったんでねまあやっぱり国会内閣のところは当治の条文でまず最初にきちっと把握しとかなきゃいけない分野だったりしますこれはやはり来年の試験前ということまでまあちょっとね先の話になるけれど。 その頃だったら、スパッと答えが迷いなく出せる状態は作っておいてくださいね、やはり条文知識しか聞いてない問題だから、しかも組み合わせでしょ、もう確実に正解しないといけない問題だということになります、もう合否を分ける問題と言っていいと思います、こういうこのレベルのものが出ればですよ、しかも衆議院の優越絡みが最初、ですね2つの選択肢に上がってきてるけど、 衆議院の優越だけで本試験出してきたこともあるぐらいやはりよく出る分野だったりしますよね法律の場合と予算、条約内閣総理大臣の指名の議決とおパターンがありました。 で特に法律だけがややわが道を行くような感じで一つ違ったシステムになっててでそして予算条約内閣総理大臣の指名の議決はほぼほぼ一緒なんですねほぼほぼ一緒で細かい点で日数要件だのあとは選議があるかないかとかその辺が少し違うという形をとってました例えばカタカナの「あ」はねこれは今はもうだいぶ忘れちゃってるかもしれないけれどあのう 読んだだら正しいいいいうのは判断ついてくださいね法律案の議決ということになりますから参議院でね異なった議決をしたら衆議院で再議決っていうのを出席議員の3分の2以上の賛成多数でできるっていうのはこれは法律案の時だけに認められているものでしたね。両院協議会を開くか 衆議院での再議決を取るかどっちかっていうのは選べるっていうパターンを用意しているのは法律案の時だけだったでしょということそれから60日ルールーでしたね参議院が議決をしない間衆議院待ってられるのは60日だったこれが予算条約になると30にななるるとんですよね内閣総理大臣の指名の議決は10日でしたね。 どのくらい待てるかっていう日数がそれぞれ違ってましたね。そしてカタカナのイ、e、なんだけど、これもね、条約の議決は衆議院に選議権ないですよ。選議権があるのは予算だけね。 憲法の中で予算の60条1項のところだけで衆議院に選挙権があるということを認めてて61条の条約の議決に関しては60条の2項だけを順用してますからあくまでもその衆議院と参議院で異なった議決をした場合必ず両院協議会開けとかあとはもう衆議院の議決を国会の議決とするんだとかっていうあの辺りのルールだけが共通してくるということになってたでしょ。 はい。それから、カタカナウ、緊急集会ですよ。ねあの、衆議院解散したら衆議院議員いませんからね。 全員ただの人になっちゃいますから国会議員の資格持ってるのは参議院議員だけですのでここはね迷っちゃだめですよ4行目解散前の衆議院議員を構成員とするってそれはダメですもうみんなこれ国会議員じゃないのこの人たちはだから参議院議員を集めるっていうのは内閣の判断でできるって話だったよねというようなことやカタカナへ迷った人多いかな。 臨時会の招集は内閣に権限があるんじゃないかと思った人ねあの3行目行政権の一部として内閣に専属するって書いてあるけどそういずれかの議員の総議員の4分の1以上からの請求でというので臨時会を招集請求かけていくってことはできますので専属って言っちゃったら罰になるわね。ということなんですねちょうど解説の方その部分下線が引かれてるでしょ。 まあカタカナをはこれは憲法改正ね今年の試験でも注意しとこうねと言って最高法規制など憲法の問題で出されてましたけどこれは正しいわね。だからあの問題63というのはこれ公務員の問題ですけれどこれが本試験レベルの条文知識ですからだからどこまでが条文に書いてあってどこからは書いてないのかっていうのをちゃんと見極められる。 これが大事ですあの条文に書いてあるものと書いてないもののその区別ができるで問題の中でここまで条文で書いてあると言われた時にいやこれは書いてないっていう判断がきちんとできるかどうか結構本試験はそういった今年の試験もそうだけれど書いてないことを書いてあるかのように問題の中でここまで憲法で規定していますとか。 そういう問題を出してきてさあ書いてあるか書いてないかわかりますかっていうのを聞いてくるっていう、まあ、いわゆる亡霊問題と呼んでますけれど、まあ、要は条文上に存在しないけど存在してるかのように亡霊のようにね、えー、選択肢の中に入れて聞いてくるっていう亡霊問問題題って呼んででる問題のパターンは本当に好きですねだからそこまでちゃんと判断がつけられるようにっていうのがこれが一つ目指すべきレベルなんだっていうのは知っててください。 ねあのー、今回、問題の5番とか内閣の話とか間違えた人はあそのお問題の中で何が分かってなければいけないのかのレベルの一つの到達点国会における到達点これだよっていうのはあぜひ今回の問題で知っておいていただくといいかな。できた人はね あのよく覚えてたねっていうそういう話にここはなるんだと思います本試験からだいぶ、ね、10日ぐらい経ってだいぶもうこの辺の記憶は薄くなってるはずなのであのできた方はあ素晴らしかったですけどねあの次行政法の問題うんまあこういうの苦手かなっていうそういう感じの問題ですかちょっと見てみましょうかこれは組み合わせですからねできれば正解に行き着いてほしい。 さてどうですか問題の今、まあ、110番となってますけれど、まあね、事例型です A 県は同県内にダムの建設を計画事業を開始しかしダム建設予定地に土地買収に応じない地権者 B らがいたため A 県が土地収容法に基づいて土地収容を行うこととし。 国土交通大臣 C に対して同法に基づく事業の認定申請をした大臣 C は事業認定の要件を満たすとして同事業の認定をしたということなんですねもちろん事業認定というようなものを行っているカタカナの「アネ、ね、これは今年の試験でも出てましたね、まあ、よく出ますよねこういうのはねあの取り消しを求めて立ち上がるときに誰を被告にするんですかまさに。 あのこれ問題の今年の問題の26番のカタカナの「イ」か問題26のカタカナの「イ」のところであれは県と知事とどっちだというような問題として出されてました「X 県なのか X 県知事なのか」みたいなね でカタカナ E のところでは X 県知事であるって問題が今年出ていたんですがもちろんツだねこれ同じですよね大臣とか知事を相手に訴えるでではないですね原則としては行政主体を相手に訴えろってことにならなければいけないからだからカタカナ A はこれはツだって話になるんだよねあのー、行政庁を相手に訴えることができるとしたらそれはどういう場合だったか覚えてますね あの必ず絶対常に必ず絶対100%行政主体のみが被告ではなかったはず場合によって行政庁を被告にすることもできるっていうような場面があったはずなんですそれはどういう場合だったら行政庁を被告として訴えを起こすということができるんでしたっけ 行政庁をね、被告とする。うん、あの取り消し訴訟の時よ、取り消し訴訟の時ね、まあ確かにあの審査請求はまあね、知事とか大臣とかを相手にやるっていうようなあ形になるでしょうけれど、あのそうじゃなくて取り消し訴訟で。 ね、行政庁のみ。っていうのはどういう場合でした そうねあの国行政主体に所属しないような行政庁っていうことであるならば国や、ね、地方公共団体に所属してないっていうようなところが行政庁になっていればそれはしょうがないそこを相手に訴えるしかないよね例えばあの、指定確認検査機関みたいなね民間のお事務所さんを建築確認ができる機関に指定をしたというので、まあ、指定確認検査機関というのはよく試験出てきています。 でその指定確認検査機関は本来、民間の事務所さんですから別にどこかの県とか市に所属するものではありませんので訴えるった時にはそこを相手に訴えるしかないですよねって話になるんですよ。これあの大臣だかからら国国にに所属してるから国を相手に訴えろって話になるだけだからその所属の行政主体がないならしょうがないよねっていうのはこれはあの被告的格のところで大事な知識だったでしょ。 という話ねこれカタカナのあはこの問題の丸ツがわかるだけではだめでやはりじゃあどういう場合に行政庁が被告になるんだろうかというところまでしっかりわかってないといけない問題かなということではあると思いますカタカナい、e、いあたりはねパッと見ると何を言ってるんだっていう感じではあるけれどよくよく考えたら取り消し訴訟の原告的格は 別に処分の対象者だけでではないですよねというか原告的確は処分の対象者以外の人がどこまで訴えを起こすことができるんだろうかというのを見ていくのがあれが原告的確の論点だったでしょ。 まあこれ事業の認定が出ました反対する周辺住民がどの範囲までだったらその事業認定の取消訴訟を起こして立ち上がれるのかっていう話になるから当然あのいわゆる出訴期間の話はその認められた原告適格が認められた人が訴えを起こす時に全部共通でかかってくる縛りということになるはずなのでカタカナ委、e、員はこれはね経過してしまったんであれば正当な理由がなければ。 訴ええは受け付け付てもらえなないいいですすねねととうことになっちゃいますよ、ね、正当な理由があればいいでしょうけどそれがなければ駄目っていうそういう話になっちゃいますね。まあ、出訴期間過ぎちゃったらどうする出訴期間過ぎちゃってそれでもやっぱり訴えを起こしたいというんであればそれはうーんどうするかまあ一個は諦めるっていう道もあるでしょうけれどそれはねもう訴えは起こさないっていうのもあるけど何か訴えを起こすんだとしたらそれは何をすればいいですか そで、ね、無効等確認訴訟をやるっていうのが今年の試験で出てましたね問題の9番だったかなそこのところで今年の試験でなんかね問題の9番なのにまあ本来行政法総論枠なのに行政事件訴訟法の問題を入れてきちゃったっていうような不思議な問題が問題の9番出てましたがその中でそのこと問われてましたね。だから あの無効等確認訴訟ってあの取り消し訴訟出訴期間過ぎちゃった場合の1個の救済の受け皿みたいな感じで使われる訴訟なんだよなんてことは、まあ、1つね知っといていただいてもいいでしょうね。カ、はい、カタカナのう、えー、事業認定の取り消し訴訟を起こしました裁判所職権で決定をもって A 権を当該訴訟に参加させることできますね。 あのいわゆる職権ゾーンって言われるものですけどあの裁判所の職権で 判断ができるようなシステムというのは、まあ、よく事業の中では職権ゾーンという言い方をして代表的なものを五個挙げるということをやるんですが、まあ、そのうちの一つがこのカタカナのウだよということになっていました参加させることができないというのはこれは誤りだよという話なんですねそこはちょっと気をつけておいてください、まあ、参加させることができるよねってこのあたりは条文知識になるね あのカタカナの絵と王は「お、うん」はこれはもう正しいでいいですあのカタカナの絵は「え」はこれはタイミングの問題で処分時で違法性判断するんだよっていうだけの話ですしそれからカタカナの王は「お、うん」はこれを読んで事情判決のことを思いつけるようにしときなさいっていうのが やはり今あれでも来年の夏ぐらいにはその状態を作っておきたいよねこの文章を読んで事情判決だよねこれっていうことがピンとくるようにしておこうっていうのがまあ大事なポイントになるのかなと思います組み合わせなので答えは出せると良かったかなというね問題ではあると思ってくださいさてえー一般知識だえせっかくだから2つほど入れておきましたがちょっと 2つはやれないかもしれないから先にあの最後の問題、ね、53番,、うん、あの53番こちら見ておきましょうか、まあ、来年を見据えた問題です。 まあこの辺りはざっと読んでね今全く初めて見たって方もいらっしゃると思うので、まあ、あの見たことあるっていう方とちょっとここは差が激しく出るところかなとは思います。まあ、初めて見たというんであれば、まあ、こればこが あもう少し細かく問われるのが今年というか来年のね試験のところかなという話は念頭に置いておいてください2015年9月の改正と書いてあるけれど実際それが今年の5月30日に施行されていますで今年の5月30日施行で来年の試験からいよいよ本格的に出てくると。 いうことになりますか。あの一つのポイントっていうのは、これは今はこういう話なのかなと思っててください。1番2番のあたりで個人情報の定義が大きく変わります。個人情報の定義が大きく変わります。あの従来のね特定の個人を識別できる情報というのはもちろんそのまんまあ個人情報に当たるということで処理はされますが、プラス1番みたいなものが入ってきます。あのいわゆる個人識別符号と言ってこれはね生体認証 を一つ例に挙げておきます生生きてる体体の認証生体認証証ですあの要はあ指紋とか手のひらの紋とか小紋ですかあとはあ顔認証とかあ目のね認証とか体全体の認証とかっていうようなもしくは DNA の遺伝子情報とか。 データ化されているのであればデータ化されたものということになるけれどデータ化されてるんであればそれは立派な個人情報だということで保護をかけていききますすこれは大きな改正ですその代わり病歴とか犯罪歴みたいなものを2番のところで要配慮個人情報って形でより強く保護するっていうような特別ルールをもう一個別に設けるということがなされていたりします。 さらには選択肢4番ねあの従来勉強したことある方はあ直近6ヶ月間一度も5000を超えていないような名簿の取扱量しかない業者さんは個人情報取扱事業者ではないっていうような個人情報保護法のルールを知っている方もいらっしゃるかもしれませんがなくなりました,なくなりましただから年間2人しか名簿がいないようなものすごい超零細事業者であろうが何であろうが個人情報取扱事業者だとなされます。 ということなんですね。だから適用対象枠がぐっと広がるということになりました。まあその一方で選択肢5番、匿名加工情報というような新たなカテゴリーが加えられてます。これが、まあ要はスイカのところとかでどこの駅に乗ってどっから降りたとかどこのね売店で何を買ったとかっていう記録全部取れるでしょ。ああいうものを特定の個人に行きつけないように加工して 例えば東京都在住40代男性って形で1か月の購買記録ですね何買ったかの記録ってものを取り出せば。 同じ東京都在住40代男性という形のカテゴリーでいろんな人の情報をわっとまとめることができていわゆるビッグデータの活用というのができるということがこれによって法律でバックアップされることに変わりましたあとね変わったところでは、まあ、選択肢3番が誤りなのはこれはまたねおいおいお話ししますが第三者提供なんかのルールがより厳格になったというところもこれはあのベネッセさんの名簿流出事件なんかの反省を踏まえてあ 1> 1回名簿業者に渡っちゃうとそこからどう加工されてどう流れたかがわからないみたいな状態になるのを全部追跡できるように変えましょうなんていうようなルール変更もなされていたりします、まああのこの辺りはねあの1つ宣伝をしておけば12月の23日に、えー、12月の23日の4時半からだったかな12月23日の16時半からですねあの渋谷駅前本校で、えー、改正個人情報保護法の お話をする無料公開講座が開かれますので、えー、ぜひ、えー、来ていただくと良いかなと行政機関個人情報保護法も自民に変わってるからねだからそこも含めて個人情報保護法は花幅しく。 花々しく変わってるんですけれど、えー、とあの行政機関個人情報保護法はすごく地味に変わったので、まあ、そこの両者の改正点なんかもおまとめてお話をしようかなという機会を12月23日にですね、えー、渋谷駅前本校で持ちたいと思いますので、まあ、そちら参加していただくといいかなということです。あのー、一個前のの問問題題8番なんかは選挙の問題ね うんまあまあ今年は出なかったでも過去の統計を見ればよく出ているやっぱりさっき言ったコア知識にあたる核になる知識っていうのはやはり過去の中で繰り返し何度かは出ているような確実に抑えておかなければいけないようなテーマっていうのはこれはあしっかりとまず勉強しておくっていうのは政治経済社会においてとても大事な対策になるだろうと思います。典型的なのが選選挙挙ですねやはり選挙はり 過去何度も何度も繰り返し出されてきているところだったりはしますのでまあ今回のそこのね改正ポイントについての話などはまあすでに本試験で出たものも含めて、えー、5つ並んでいますカタカナをなんかはね、選挙の話出れば出るだろうと思ってたけどちょっと今回は見送られちゃったアダムズ方式なんていうような定数配分のルールの話などはこれ引き続きやはり注意は必要だということになる だろうと思いますしカタカナあなんかはこれは憲法行政法で判例知識としても問われるよね在外日本人の選挙権が制限されていた あの1998年までは比例代表だけ投票できたんだけど98年以降のところ98年以降ね1998年以降は比例代表だけ投票できるように制度が変わったんだけどまあこの裁判やってる時はまだ選挙区選挙の方の投票は認められてなかったそれはやはりまずいよねっていうもちろん98年以前何も認めてなかったのは完全に憲法違反だ。 だけど98年以降比例代表しか認めてこなかったそれが今回の判決以後も続くならそれは憲法違反だぞというようなことを言ったというのでものすごく有名なこれ憲法でも憲法違反の、ね、判断を出した判決としてそれから行政法では国媒で出てくるよねこの判例はねで出題実績のある判例としてとても大事なもの一般知識に出るならカタカナみたいな感じじゃない 今の説明で、えー、判断できますが従来は比例代表だけ投票できたけど、ね、選挙区選挙は投票できてなかったって話なんですけど今回、その「あ」の問題ね読んでみてくださいあのね話が逆転しちゃってるっていうことが読んで読み取れればそれでいいかな。 仕事や留学などで海外に居住しているものは在外選挙制度により在外選挙人名簿に登録することが登録することで投票ができる、えー、従前投票が可能なのは選挙区選挙のみであったが2007年6月以降に公示される選挙から比例代表選挙についても投票することができるようになった選挙区と比例代表逆っていうそういう問題ですね。 なんて話、あの、一般知識のところは、憲法とか行政法の知識を使って解けるようなものも中には出てきます。やはり、憲法、行政法、あと、一般知識の政治の分野っていうのは。これは、あの、一つの大きなユニットになりますので、まあ、その中で知識のやり取りをしながら、問題を解いていくってことは、やはり必要になる。こういう問題が出てくるからっていう、まあ、いいサンプルではないかなと思います。まあ、あの、今回は、残りの問題は、ご自分でちょっと見てみてね。 の言う絵のあたりは読んでああ、ここ違ってるなというのは多分読んで解説見ればわかると思いますが、あのー、やっぱりこういった核になる知識のところはしっかりできるようにしておくこれ、政治も経済も核になる知識の部分はありますだからそこはしっかり押さえておく。 あとはやはやり情報通信、個人情報保護、文章理解でどれだけしっかり点を固めてえまずは足切りにならないようにね基準点割れしないようにということまあ今年はちょっとできすぎだけど一般的には7問から8問ぐらいが合格ラインですからまあそこを安定的にしっかり取れるような状態を作っていくというのがやはりえこの一般知識のところのポイントになるのかな8問以上できた人はもうあれはボーナスみたいなもんだからね。その年度によってできるでききるないだいだぶ差が ありますので毎年、あの今年みたいな問題だと思わない方がいいと思いますからあ今までずっと見てきてもそういうような傾向がありますのででですの,で、まああの8問ぐらいを念頭に置いてそれを取れる力をしっかり身につけるというのが、まあ、ぜひプレミアム合格塾の、ね、カリキュラムを使って、えー、達成できればよいのかなということです、はい、あの実際は、ね、もももううちょっと1問に時間はかけるであの聞いいたきもも少しじわじわわます。 だからあの今はパパって答えてもらってすぐ答え言っちゃったけどもうちょっと考えてもらって答えを言ってもらったりとかってもう少し時間的にはあの余裕は持たせますがあのやり取りなんかは今見てたような感じで、まあ、できる限りちょっとこうね、えー、まあ楽しくないかもしれないけど楽しい感じで。 でいろいろと頭を働かせながらこう多くの人が参加できるような形で授業はしていきたいなというのが回答力強化編のところのもしくはそれ以外のパワーアップとかねこういうい問題演習を扱うところの講座の特色だというのをお、まあ、その一端を今回は感じ取っていただければよかったかなと思います。はいというのでちょうど時間が来てしまいましたのであの今回の,このです、ね、体験模擬講義の方はあったここで終了と。 いうことにえしておきましょう。それではお疲れ様でした。